身元不明少女のデスマスクセーヌ川の身元。不明少女はセーヌ川から歴史体で見つかった身元不明の少女。1900年以降の芸術家の家では少女のデスマスクを壁に飾ることが流行になった。彼女の顔姿は数多くの文芸作品の題材になった。しばしば繰り返される物語によると、1880年代の終わり頃、 セーヌ川のルーブルガーから一人の少女の遺体が引き上げられた。その遺体には暴行の痕跡がなかったことから自殺と考えられた。パリの死体安置所の病理学者は彼女の美貌に心打たれ、肩甲を呼んで石膏のデスマスクを取らせた。別の記述によると、そのマスクはドイツのあるマスク製造業者の娘から取ったものだという。この娘の身元はついに判明しなかった。 デスマスクの型を取った型工はロレンジ一族のモデル製造業者のものだと信じられている。ロレンジ一族の一人であるクレール・フォレスティエはこのモデルは型を取った時には死んでいなかったと考えている。フォレスティエは一族のモデル工房で働いているが川から引き上げられた死体は通常これほど明瞭な要望と保っていることはないと述べている。また肌の引き締まり具合から このモデルの年齢は16歳を超えることはないと推定している。これに続く数年のうちに数多くの複製品が作られた。そうした複製品はあっという間にパリのボヘミアン集団において時代の先端を取り入れた不気味な内装品として使われるようになった。その後もアルベール・カミュー他多くのものが彼女の謎めいた美少をモナリザの美少になぞらえ彼女の人生 しそして何者であったのかについて、その不気味なまでに幸せそうな表情が物語ることに関して多くの憶測を示した。複製品が広まるにつれ、この姿形の評判は芸術メディアの歴史に関係してくるようになる。オリジナルの方が写真撮影され、そのフィルムのネガから新しい方が作られた。これらの新しい方には、自ら引き上げられた死体には、 通常残らないような細かい造形が表現されていたが、型にこうした細かい造形が明瞭に残っていたために、ますます信憑性を高めることになった。批評家あるアルバレスは、自殺に関する著書ザ・サベージ・ゴッドの中でこう、記している。ドイツでは、ある世代の女子丸ごと全員が彼女の外見を手本としたという。サセックス大学のハンセ・ヘッセは、ちょうど1950年代に、 ブリジット・バルドーがそうであったのと同じように、この身元不明少女はその時代のエロティックな理想像になった。彼はドイツの女優エリーザベト・ベルクナーも彼女を手本にしたとアルバレスは考えている。少女はグレタ・ガルボによってようやく規範の座を取って変わられたと述べている。最も早くに言及されたのはリチャードル・イコール・ガリの1900年の短編小説。 ザ・ワーシパー・オブ・ザ・イメージに見て取れる。ここでは、イギリス人の詩人が、マスクに恋をしたために、娘が死に、妻が自殺に至る。ライナーマリアリルケの小説、マルテの手記の主人公の回想シーンで登場する。1926年には、エルンスとベンカルドが126個のデスマスクについての、著書ダスレッツテアントリッツを表した。この中で、身元不明少女について、彼女は、 繊細な蝶のようだ。のんきで爽やかで、生命のランプに向かって、まっすぐ羽ばたいて飛び込み、その華奢な羽を焦がす。と述べている。ラインホルト・コンラート・ムシュラーの1934年のベストセラー小説ディーン・ベコンタでは、コジマ・マデライン・ラビンが英国の外交官、トーマス・キョ恋コイに落ち、ロマンスの果てに捨てられてセーヌ川に身を投げるという、感傷的な物語が語られる。 この小説は1936年に同名のタイトルで映画化された。このほか、ウラジーミルナブコフの1934年のロシア語の詩、エル、インケニューでラザイネは1934年に刊行された。この詩は、マスクがロシアの伝承、ルサアルカと大いに関係あるかのごとく書かれているとして議論を読んだ。チャック・パラニュークの小説、ホーオンテッドで、 身元不明少女について書かれている。ここでは彼女はブリーザーベティーと呼ばれている。ジョン・ストレーリーの1999年のミステリー小説ザ・エンジェルス・ウィル・ノット・ケアでは、L ・インケニュー・デ・ラザイネという名のクラブが登場する。実際にマスクを所有していたモーリス・ブランショは、彼女を目を閉じた若い娘、彼女はくつろいだ、安らかな笑顔によって生き生きとしている。 幸せの絶頂の瞬間に溺れたと言われても、信じてしまうだろう。と記している。ルイアラゴンの1944年の小説、オーレリアンでは、様々な写真からマスクを再現しようと試みる、主要な登場人物の一人として、身元不明少女が重要な役割を演じる。1960年代の初めには、マンレーがこの作品の審判に写真を寄稿している。 この身元不明の少女の顔は、心肺蘇生法の訓練用マネキン、レザシアンに使われた。このマネキンは1958年にピーター・セイファー、よびアズムント・レーダルによって作られ、1960年以降、数多くの心肺蘇生法の講習会で使われた。このため、この顔は、史上最もキスされた顔と言われる。ありがとうございます。